近所に幽霊屋敷と呼ばれる家がある。とても立派な洋館なのに誰も住んでいないから、みんなあることないこと噂した。まだ小学生だった僕たちにとって格好のおもちゃで、いつかあそこに忍び込んでやろうなんて言っていたけど、本当に乗り込む勇気のあるやつは一人もいなかった。けれど、そのチャンスは意外な形で訪れた。7月という時期外れに転校してきた伊達はじめというやつが、幽霊屋敷の話で盛り上がる俺たちに向かってこう言ったのだ。幽霊なんてまだ信じてんのかよ、ガキじゃねえの。こんな調子なので彼は友達がいなかった。今思えば、俺たちの話の輪に入りたかっただけだろうが、素直に言い出せなくてこんな言い方をしたのだろう。売り言葉に買い言葉で、俺たちの中で一番威勢のいい成田というやつが伊達に食ってかかった。そんなに言うんならお前が幽霊屋敷に行ってこいよ。何もいねえってんなら怖くないだろう。成田は声がでかければ体もでかくて、ついでに態度もでかかった。上級生でも彼が睨みを聞かせればひるむくらいの凄みがあった。実家が空手の道場をやっていて、彼も心得があったせいもあるだろう。けれど伊達も後に引かなかった。言い出した手前、引っ込みがつかなかったのだと思う。だったら今度の日曜日行くか。俺が一人で屋敷に入るから、お前らは外で見てろよ。正直な話、幽霊が本当にいるかなんてどうでもよかった。いるかもしれないと思えることが大事で、ただあれこれと想像を巡らせるのが楽しかったのだ。多分僕たちの中に幽霊が本当にいるなんて思ってるやつは一人もいなかったと思う。それでも伊達が幽霊屋敷へ行くなんて言い出した時、僕は心が躍った。本当に何か起きるかもしれないという期待が湧いてきたのだ。土曜日の夜はなかなか眠れなかった。夜の12時を回っても眠れないなんて初めての経験だった。目覚まし時計のコツコツという針の音を聞いて妙な焦りを感じた。あるいは予感か。明日何か起きてしまうかもしれないという不安と、何か起こってほしいという期待が入り混じった気持ちは、なかなか僕を眠らせてくれなかったけど、いつの間にか朝になっていた。その日の夕方、そわそわしている僕を両親も不審に思っただろうけど、友達の家へ泊まりに行くという言葉を信じて送り出してくれた。実際、その日は成田の家に泊まる予定だったから嘘ではないだろう。ただ、大事なことを伏せていたというだけで。僕は着替えを入れたリュックサックに懐中電灯を忍ばせて、例の幽霊屋敷へと向かった。僕が一番乗りだと思っていたけど、幽霊屋敷の門の前には丸眼鏡をかけた及川がいた。彼は僕を見つけて嬉しそうに手を振っている。閑静な住宅街というのは、昼と夜とで別世界だということを、僕はこの時初めて知った。電柱の陰に何かいるのではないか。曲がり角から何かが襲ってくるんじゃないか。そんな想像をしてしまうくらいに不気味だった。まるで、誰も彼も死んでしまったように静かな住宅街には、
そう思わせるだけの雰囲気があった。そんな場所に今まで一人でいた及川の勇気を内心褒めつつ、僕は彼の横に並んで成田と伊達を待った。案の定、及川はほっとした様子だった。及川はクラスの中でも小柄で、どちらかといえばスポーツより本を読んでいる方が好きなタイプだけど、人一倍好奇心が強かった。恐怖よりも、屋敷の中がどうなっているのか知りたいという気持ちが勝ったから一人で待てたのだろう。ほどなく成田が通りの向こうから姿を現した。のしのしと歩いてきて鼻を鳴らしながら言う。はん、あいつまだ来てねえのかよ。さすがに逃げ出したんじゃないの？そう言ったのは及川だった。最初はちょっとした冒険気取りで、俺たちも幽霊屋敷の中を覗いてやろうかなんて思っていた僕たちも、いざ夜の屋敷を目の前にしてとても中に入る気にはならなかった。誰も口に出さなかったが、みんな気持ちは同じだっただろう。こうやって門の外にいても自然と身震いした。もうすっかり夏なのに。あれ?そう言って及川が指さす先にいたのは伊達だった。とぼとぼとこちらに向かってくる彼の姿は頼りなげに見えた。思った通り、近くで見た彼の顔は緊張で張り詰めている。一人で幽霊屋敷に入るなんて言ったことを後悔しているのかもしれない。僕が、やっぱりやめておこうかと言おうとした瞬間、そんなんで大丈夫か？ビビってんじゃねえか。そう煽り立てたのは成田だった。伊達もムッとした様子で言い返す。お前らはそこで震えてろよ。俺一人で行ってくるから。伊達の説明はこうだ。伊達が一人で屋敷へ入って、3階の一番東の部屋の窓から懐中電灯を照らす。それが屋敷の奥まで探索したという合図になる。そして屋敷の外まで出てきたらゴール、度胸試し終了ということだ。言葉にすると簡単だが、まるで眠った怪物のようにそびえ立つ屋敷を見ていると、とても自分でやろうとは思えない。こうか不幸か、成田の言葉は伊達に葉っぱをかける形になった。伊達は懐中電灯を片手に屋敷の門をくぐっていく。屋敷の中に入る直前、伊達はこちらを振り返って腕時計を見た。ベルトが革張りの小学生っぽくない時計だけど、父親が海外土産で買ってきてくれたとかで、学校でもこっそり身につけているやつだ。成田は金持ちアピールかよと言ってバカにしていたけれど、30分、もし俺が屋敷に入って30分何もなかったら探しに来てくれ。伊達はそう言って俺たちの返事を待たずに真っ暗な屋敷の中へ入っていった。最初は後ろから伊達を冷やかしていた成田も、伊達が屋敷の中へ姿を消して5分10分と経つにつれておとなしくなった。そしてもうすぐ約束の30分が経つという時、成田が独り言のようにつぶやいた。何ちんたらやってんだあいつ。そうぼやく成田の声には焦りがあった。何か悪いことが起きてしまったのではないか。もし本当に幽霊がいて伊達が襲われでもしていたら。そんな想像が頭をよぎって、伊達の様子を見に行くべきか僕たちが迷っていると、
窓の向こうでゆらゆらと何かが揺れているのが見えた。懐中電灯の光だ。驚かせやがって。口ではぶっきらぼうなことを言っているけど、成田が安心しているのが分かった。僕たちがほっとして窓を見ていると、ふいっと光は消えていった。伊達くん戻ってくるみたいだね。及川の声も弾んでいた。10分20分30分、いくら待っても伊達は屋敷から出てこなかった。さらに待って40分、やっぱり戻ってこない。普通行く時よりも戻ってくる時間の方が短いよね。及川が俺に耳打ちした。戻る時は元来た道を最短でたどるだけなのだから、10分とかからずに戻ってこれるはずだ。広い洋館とはいえ、迷子になるほどのものじゃないだろう。俺は成田を振り返った。成田はクソッと舌打ちする。そういえばさ、及川はおずおずと成田に切り出した。こういう使われていない家には不老者とか犯罪者とか住み着いたりするって聞いたことあるよ。なんだよいきなり。この間スーパーで強盗があったでしょ。犯人はまだ捕まってないって。どこかに逃げ込んだって噂だけど。ここにいるってのか。わからないけど、ありえるかなって。強盗かどうかはともかく、変質者が潜んでいることはあるかもしれない。戻ってこようとした伊達がそいつとばったり鉢合わせなんてことも考えられる。しょうがねえな。成田は顎をしゃくって歩き出した。ついてこいという合図だ。僕と及川は顔を見合わせながら黙ってうなずく。僕はリュックの中から懐中電灯を取り出して屋敷の門をくぐった。懐中電灯を持って先頭を行くのは成田だった。伊達をビビってんじゃねえかと煽ったのだから、僕たちの後ろを歩くなんてできなかったのだろう。誰が言い出したわけでもないのに、自然と成田が先頭に立っていた。結局伊達を迎えに行くという選択を最初にしたのは成田だし、普段は態度も口の利き方もでかいけど、なんだかんだちゃんと責任は取るやつだった。カウベルのついた扉を開けて中に入る。屋敷の中は電気が通っていない。入ってすぐの玄関ホールはとても広く、中央に大きな階段が備えられていた。ずっと放置されていたはずなのに荒れた様子はない。むしろついこの間まで誰かが住んでいたという感じだ。うわっ！及川が突然声を上げて飛びのいた。騒ぐな、剥製だろ。懐中電灯に照らされたのは立派な馬の剥製だった。どうしてこんなものがあるんだろう。僕は抜け殻になってしまった馬と目を合わせないようにしながらその横を通り過ぎた。中央の大階段を上ったものの、3階への行き方がわからない。階段を上った先は二手に分かれていたので、僕たちは右、東側の廊下の奥を目指すことにした。伊達は一番東の部屋から懐中電灯を振っていた。まだそこにいるとは思えないけど、伊達の歩いたルートをたどってみよう。
東の廊下の突き当たりに3階へ続く階段を見つけた。なんだか不便な構造の家だと思いながら階段を上る。館の東端にある階段なので、上った先に例の伊達が懐中電灯を振っていた部屋が目の前にあった。けれど伊達の姿は見当たらない。あいつはここからどこへ行ったのだろう。だんだん恐怖よりも焦りの方が強くなってきた。同じクラスの連中は僕たちが伊達と言い合いになったところを見ている。今日の夜幽霊屋敷で度胸試しをするという話も聞いていたはずだ。もしこのまま伊達が見つからなかったら大騒ぎになるし、真っ先に責任を問われるのは僕たちだ。成田もそう考えたのか、絶対に探し出すぞと言いながら僕たちの方を振り返った。屋敷へ入る前の恐怖はどこへやら。何が何でも伊達を連れて帰るという決意に満ちていた。僕と及川は慌てて成田を追いかける。結局1階から3階まで全ての部屋を探し回ったけど、伊達はどこにもいなくて、僕たちはすごすごと1階の玄関ホールまで戻ってきた。もしかして帰ったのか。だったらメッセージくらい来るんじゃない。苛立つ成田に及川が返事をよこした。もし伊達が僕たちと入れ違いで外に出たとしても、黙って帰らずに携帯電話でメッセージを送ってくるだろう。と成田はうなった。さっきから気になってるんだけど、と言って及川がホールの奥を指さす。さっきあそこ鍵がかかってたよね。及川が指し示す先にあるのは鉄でできた扉だった。なぜか鉄製で、しかもここだけ鍵がかかっていたから気にはなっていた。けれど一体いつからなのか、鍵がかかっていたはずの扉は開いていた。マジかよ。誰が開けたのだろう。普通に考えたら伊達だろうけど、もしかしたら。なかなか入ってみようと言い出せず、無言の時間が過ぎていった。けれど尻込みすればするほど恐ろしい想像がムクムクと湧き上がってくる。じっとしているとどんどん悪い方へ考えてしまう。このままじゃダメだと意を決して、僕たちは扉の奥に向かった。扉の向こうは石造りの階段で一本道だった。この先は倉庫か何かだろうか。むき出しの石の上を歩いていくと行き止まりにたどり着いた。そこは僕の部屋と同じくらいの狭い部屋だったけれど、異様な匂いに思わず顔を背けてしまった。何の匂いだろう。成田も鼻をつまみながら懐中電灯で目の前を照らした。そしてぎょっとした。照らし出されたのは木でできた格子だった。座敷廊かな。そうつぶやいたのは及川だった。成田がオウム返しに座敷廊と繰り返す。うん、昔ね、こうやって家の地下とか家から離れた場所に牢屋を作って、そこに人を閉じ込めたんだって。何のためだよ。家族の中に普通と違うっていうか、変な人がいたら近所に迷惑がかかるからっていう理由で閉じ込めてたらしいよ。あ、これ。そう叫んだ成田が懐中電灯で照らした先には伊達のリュックサックがあった。ということはあいつもここへ来たのだ。
成田が懐中電灯であちこちを照らすと、格子の端っこに扉があった。ここが座敷牢の出入り口だろうか。まさかとは思うけど、ここに伊達がいるなんてことは。扉に手をかけようとした瞬間、ガッと格子が揺れた。僕はびっくりして凍りつく。成田は反射的に音のする方へ懐中電灯を向けた。懐中電灯の光に映し出されたのは、格子につかみかかる血まみれの手だった。格子を握りしめる指と指の間から血が滴っている。さっきから鼻先をかすめる鉄臭い匂いの正体はこれだった。そして格子をつかむ手首の上にぎょろりと見開かれた目玉が姿を現した。血走った瞳がこちらをじーっと見つめている。驚きのあまり固まった僕の足を動かしたのは成田の悲鳴だった。うわぁ！一目散に駆け出した成田を見て僕も我に返った。がむしゃれに足を動かして階段に向かって走る。そんなに長くない階段なのに、すぐ後ろまで何かが迫ってきているような気がして死に物狂いで走り続けた。階段を抜けて鉄の扉をくぐり、屋敷の外へ出て、駅前へ来たところでようやく足を止めることができた。僕より少し遅れて到着した及川が、アスファルトに手と膝をついて激しく息をする。駅の前を通る人たちは何事かと僕たちをじろじろと振り返っていった。真夏の夜の生ぬるい空気に、僕たちは寒気が止まらなかった。僕たちは駅前の交番へ駆け込んで助けを求めた。幽霊屋敷から伊達が戻ってこないことを伝えると、大人たちにしこたま怒られたけど、そんなことはどうでもよかった。僕たちは夏だというのに体を寄せ合いながらガタガタ震えていた。どうしてあんな場所に座敷牢があったのか。後日気になった僕が屋敷の噂話を集めると、いかにもそれらしい話に突き当たることができた。あの屋敷は明治に建てられたもので、主人は大層な金持ちだったけれど、とても世間の目を気にする人だった。彼の一番下の息子は生まれつきの病気で言葉を話すことができず、主人はそれが許せなくて息子をずっと地下室に閉じ込めていたという。時折折檻を受ける息子の叫び声が屋敷の外まで聞こえてきたというけれど、屋敷の地下にある座敷牢だ。本当かはわからない。近所の人たちは事情を知っていて見て見ぬふりをしていたようだ。主人は乗馬が趣味で鞭をいつも持ち歩いていたから、それで息子を叩いていたのだろうと近所の人たちは噂した。もし彼が座敷牢から逃げ出せたとしても、喋れないのだから助けの求めようもない。まだ彼は僕たちと同じ小学生くらいだったというから不憫な話だ。ちなみに伊達はどうなったかというと、彼は自分で屋敷から出てきたという。警察が幽霊屋敷へ入ろうとした瞬間、伊達と鉢合わせになったそうだ。血まみれで出てきた伊達に警察もびっくりしてすぐ病院へ運ばれたけど、命に別状はなく、次の日に退院した。幽霊屋敷での夜が明けた翌々日、伊達は普段と変わりなく学校へ来ていた。けれど今まで以上に口数が減って、話しかけても
うんとかあーしか言わない。僕たちに突っかかることもなくなり、別人のようになってしまった。一度だけ伊達に幽霊屋敷へ忍び込んだ夜のことを聞いたことがある。あの時お前も地下室へ行ったのか、もしそうならあそこで何か見なかったかと。すると伊達はにんまりと笑ったのだ。嬉しそうなんて可愛いものじゃない。ぎょっとするような凄みのある笑みだった。鞭で打たれたようなミミズバレのある頬を引きつらせて笑っている。僕は思わず息を呑んで、それ以上何も言えなかった。親の仕事の都合か、伊達とその家族はその年のうちにまたどこかへ引っ越してしまった。ちょうどその頃から幽霊屋敷に新しい噂が立ち始めた。屋敷の奥にある地下室から人の声がするという。助けて、ここにいる、待って、置いていかないでと、小学生くらいの子供のすり泣きが聞こえるというのだ。あれから15年、なぜ僕がこんな話を思い出したのかというと、あの幽霊屋敷が近々取り壊されると聞いたからだ。嫌でも記憶がよみがえってくる。あの時誰にも言えなかったこと。座敷牢の奥にいる何かと遭遇した時、僕は格子をつかむ手首に革張りのベルトの腕時計があるのを見たような気がした。でも記憶は時間とともに薄れ、他の記憶とごっちゃになったりする。僕の見たものが事実だという保証はどこにもない。それでも今になってまた気になるのだ。何か取り返しのつかないことをしてしまったような気がして、僕が成田たちと階段を降りた時、座敷牢の奥にいたのは本当は誰だったんだろう。